会話の中で自然と好きじゃなくてもさすがだねとか、あそういうとこやっぱ好きだなとか、うん、さりげなく相手を褒めたりとかすると、うん、嬉しいよね。単純に絶対嬉しいと思う。確かに、うん、毎日1個なんか褒めてあげるっていうか相手を立てるようなことをしてあげると離れないんじゃないかなって思うけどね、うん、いやもうマヤとだから遠距離恋愛できるねんなみたいな感じ。かわいい。マヤとが不安にさせないから私こんなに楽しく遠距離恋愛できてるんだなっていうのを言うと確かに抑止力になるよ。わかる。はい。相手にやってほしいこともあらかじめ褒めちゃうの。そうすると向こうはちょっとプレッシャーに感じてやんなきゃって向こうから思うから、うん、ね、トイレをきれいに使ってくれてありがとうございます。あれと一緒ですね。そう、あれってきれいに使わなきゃって思うじゃん。ね、確かにあんまりピンときてないみたいな。あれちょっとね、もしかしたらちょっとまだ早いのかもしれない。そうなんだよね。ちょっと早いのかもしれない、ね、どうでしょう、ゆあさん、スッキリできました？スッキリです、めっちゃ。あのね、めっちゃ大丈夫です。その無邪気な笑顔があれば無敵ですよ。うん、大丈夫。なんかうまくやってそうだし、ね、会った時たまんないよね。もうギュッてしたくなるよね、ゆあちゃんね。かわいいです。